皆さんこんにちは。多摩みんなでプラネタリウム実行委員会の上村あゆみと申します。これからプラネタリウムをご覧いただきますが、その前に少しだけ活動の紹介をさせていただきます。多摩みんなでプラネタリウムは、赤ちゃんからお年寄りまで障害があってもなくても地域のみんなが集まって同じ星空を見上げて一緒に楽しむ、そんな時間を持ちたいと活動をスタートしました。空気で膨らむ直径7メートルのドームは、一度に50人もの人が一緒に星を楽しむことができます。車椅子やバギーでもそのまま入ることができます。その日の星空や星座のお話を楽しんだり、宇宙に飛び出して惑星や銀河の世界に行ったりします。今年はドームの中でみんなで肩を寄せ合って一緒に星空を眺めるということは叶いませんでしたが、今日多摩市オンライン文化祭で皆さんに星空を見ていただけることをとても嬉しく思っています。それでは皆さんの上に広がる広い広い星空、宇宙と、そしてこの空の下に一緒に生きているたくさんの人たちのことを思い浮かべながら、皆さんと一緒にプラネタリウムを楽しんでいきたいと思います。プラネタリウムのお話は一般社団法人星紡ぎの村の高橋真理子さんにお願いしています。それでは高橋さん、よろしくお願いします。多摩市の皆さん、こんにちは。先ほど多摩市在住の上村あゆみさんからご紹介いただいた星紡ぎの村です。星紡ぎの村は、星を見上げることで人がつながって、そして共に幸せを作ろうというミッションを持った団体です。全国に160人ほどの仲間がいて、出張プラネタリウムを行ったり、観望会を行ったり、さまざまなプロダクトをしたり、お互い学んだり、いろんな活動をしている団体です。そして今日皆さんに星のお話をさせていただくのは、私は山梨県甲府からお届けをしています、空先案内人の高橋真理子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ皆さん、最近星見上げてますか？星はどんな人の頭の上にも必ず輝いています。もちろん多摩市の空にも、そして私がいる山梨の空にも、日本中、世界中、どこにでも星空はあるわけですね。そんな星を見上げることで、遠くにいても心をつなぐことができる、それが星の力かなと思います。今日は特に多摩市の皆さんのスペシャルプラネタリウム、多摩の風景とともに星空を楽しみ、そして皆さんの願い事を星や宇宙にお届けする、そんなプラネタリウムです。どうぞお楽しみください。さあ今多摩の風景が見えてきました。この風景、皆さんにもとっても見慣れたものかもしれませんね。ニュータウン通りのイチョウ並木やベネッセのビル、ピューロランドの屋根も見えています。さあそんな多摩の風景とともに、11月7日文化祭がある、そんな日の夕暮れを見ていきたいと思います。さあ11月に入ってすっかり秋も深まってきましたね。イチョウ並木の色づきはどうでしょうか。この時期になると日が落ちてゆく、時刻がとても早く感じますね。秋の日は鶴瓶落としなんていう、そんな言葉もあります。そして夕方から夜へと向かってゆく、夜ってとてもスペシャルな時間ですね。
さあ、そんな玉の空にいち早く輝いてくるこちら一番星、これは惑星の中でも一番大きな木星が今ひときわ明るく見えてるんですね。そしてその木星のすぐお隣にはこちら輪っかがある土星の姿も見えてるんです。今この木星と土星、2つの惑星がとても近づいて見えています。12月になるまでね、どん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 近づいていくんですよ。そしてこの惑星たち、やはり望遠鏡で眺めてみますとね、その迫力を感じることができます。先ほどの上村さんもね、よく観望会の企画をやってますので、星紡ぎの村の情報もぜひチェックしてくださいね。さあ、今日はちょっと多摩のいくつかの場所から星を見てみたいと思います。まずはですね、こちら見てみましょう。あ、これは多摩センター駅からのパルテノン大通りが見えています。ここは毎年ハロウィンのお祭りがあって、仮装した子どもたちがお菓子をもらい歩いているそうですね。まあ、今年はオンラインでちょっと寂しいなということも聞きましたが、まあ、来年ぜひぜひまたできるといいですね。まあ、こんな駅前ですとかなり空も明るくなってしまって星は見づらいかなというふうに思うんですが、でもおそらく、ね、先月地球に最接近した火星、これはひときわ明るく目立って見えてるんじゃないかなと思います。さあ、次はこちら、これは横山の道の先森見返りの峠から多摩ニュータウンを見下ろす、そんな風景です。もう1400年ほど昔の万葉集の時代から多摩の横山という名前で呼ばれていたんだそうですね。ここからは山並みも綺麗に見えます。そしてこんな西の空をね、望むことになるんですが、その西の空には織姫星でもあるベガという星、そしてお相手の彦星、2つ仲良く並んでる姿が見えています。そしてもう一つデネブというね、星も見つけて夏の大三角が見えてるところなんですよ。さあ、今度はもう一つこちらです。こちらはいろは坂桜公園から聖蹟桜ヶ丘方面を見下ろした、そんな風景です。これはジブリ映画の耳をすませばの舞台としてもよく知られているので、皆さんにとってもやはり、ね、馴染みの風景でじゃないでしょうかね。そこから見てみますと、今ね、東の方からはいわゆる冬の星たちもだいぶ明るく昇ってきています。こちらの方には牡牛座のアルデバランというオレンジ色の星、そしてその下には冬の代表的なオリオン座も、もうね、9時過ぎますと昇ってきてるんですよ。さあ、そんな多摩から見える星空ですが、皆さん普段どうですか？お家の近くからは星たくさん見えるでしょうか？多摩にはたくさんの人が住んでいますしね、まあ、そもそも東京には本当にたくさんの方がいらっしゃるので、やはり街の明かりもとても明るく、空まで明るく照らされてしまうので、なかなか満天の星とはいかないですよね。でも今日はせっかく皆さんがここにこうやってね、一緒に楽しもうとね、集まってくださってるので、皆さんの力も借りながら、もし多摩市中の、あるいは日本中の街明かりを消したらどうなるのかなとやってみたいと思います。皆さんちょっと協力してくださいね。一回目をつぶっていただいて、私と一緒にカウントダウン、10から0まで数えていきたいと思います。0と言ったら目を開けてくださいね。いいですか？それでは一緒に数えましょう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、目開けてください。
くさん見えてきましたね。これが星空です。本当は皆さんの頭の上に毎日毎日こんなにたくさんの星があって、皆さんのことを見守ってくれてるはずなんですね。こんな星空はずっと昔からあります。皆さんのおじいちゃんおばあちゃんが子供だった時代、ひいじいちゃんばあちゃんの頃、ひいひいひいじいちゃんばあちゃん、ひいが100回つくおじいちゃんおばあちゃんも1000回つくおじいちゃんおばあちゃんもみんな見てたんですね。そしておそらく万葉集の時代もね、その玉の大地からね、見てた人たちがきっといますよね。そしてだいぶ昔、なんだかあの星とあの星結ぶと面白い形ができるなぁなんて言って星を結び始めた。そしてそこからたくさん物語が生まれました。それが星座と呼ばれるものですね。星座が生み出されたのはもう5000年も昔です。万葉集の時代よりももっと前、縄文時代の頃ですね。まあ、そんな頃の人たちが考えたものを私たちは脈々と受け継いで、そして今もなお使い続けている。そんなものが他に何かあるかなと思うと、そう多くのものはないですね。さあ、そんな星座ありますが、まあ、11月の上旬の頃、見える星空ちょっと見ていきたいと思います。頭の上の方を見ましょうか。そうしますと、さっきね、西の方に傾きかけてるよと言った夏の大三角見えてきます、もうすっかり秋ですけれども、夏の大三角、ちょっと西の方にあります、これお結姫をした彦星、そしてその間にこうやって天の川があるというわけなんですよ。なのでね、この夏の大三角というね、星は天の川を見つけるいい目印でもあるんですね。どうでしょうね、とってもよく晴れた日、お月様の明かりがない日、ちょっと暗いところに行って、このね、三角を探しながら、天の川ないかな、チャレンジしてみてください。さあ、夏には三角なんですが、今の季節、秋には四角というのがありましてね、ちょうど秋の夜空、この辺りというのはね、明るい星がそんなに多くないんです。ね、この4つの星は二等星なので、きっと玉からも、ね、この四角はきちっと見えるんじゃないかなと思います。そしてここからもう少し線を結んで、こんな風にしていきますと、ここにはこんな姿ですね。なんと羽を持って空を飛んでいるペガススの姿が見えてきます。このペガスス、とっても速く空をフィョーンと飛んでいきます。なのでちょっとね、あまりに早く飛んでお尻を置いてきてしまったなんていうふうに言われていますよ。さあ、そのペガススの四辺形の近くに、先ほどね、ちょっと明るい火星といった星、ここ見えてるんです。今とてもよく目立っています。まあ、先月が一番最接近ということだったので一番明るかったんですが、まだまだ十分明るく見ることができますよ。そしてその火星のところにはこんな風に線を結ぶ魚座という星座があります。この魚座、いわゆるお誕生日の星座の一つでもあります。皆さんは自分のお誕生日の星座ご存知ですか？魚座生まれは2月から3月にかけてのお誕生日の人ですね。そして他にもこんな風に見ることができます。今ちょっとこちら少し隠れてますけれども、ヤギ座の姿、12月から1月のお誕生日、そして1月から2月の水亀、2月から3月魚、3月から4月お羊と見えます。これがいわゆる、秋のちょうど宵の空に見ることのできるお誕生日の星座たち。でもまだまだね、あれ、私の星座ないなと思う人もいますよね。なので全員のが見られるようにちょっと見ていきたいと思いますよ。まずはちょっと東の方にぐるーっと見ましょう。そうしますと、お牛座の姿が見えてきます。お牛座は4月から5月にかけてのお誕生日の方ですね。
そこからさらに時間をぐるりと回していきます。そうするとだん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 夜遅い時間になってきますと、お牛座の次に双子座の姿が昇ってきます。この双子座は5月から6月のお誕生日の方ですね。そして6月から7月の蟹座が現れ、そして続いて7月から8月の獅子座です、ね、これかっこいい姿ですね。こうやって見てわかるように星占いの星座というのはみんな綺麗に一列に順番にお誕生日順に並んできてるということなんですね。そして獅子座の次には8月から9月生まれの乙女座が昇ってきます。乙女座はとっても大きな星座でもありますね。農業の女神様とも言われます。その乙女座が昇ってきて、そしてその次に天秤座が昇ってきます。そうすると実はですね、もうお日様がね、一緒にあるなということがわかりますね。お日様が昇ってきたということは実はもうこれね、朝になってしまってます。ですが今特別に太陽と星空を一緒に見てますよ。そしてその天秤の次にはサソリ座です。こうやって見てね、わかるように、実はお日様がね、1年かかってこのね、星座たちの中を旅をしていく、その通り道沿いにある星座が星占いの星座になってるんですね。サソリ座の次には伊手座も昇ってきています。そして再びヤギ座とやってきましたね。これでぐるりと一周になりました。先ほど言ったようにちょうどお日様が1年かかって一周していく、その通り道沿いにある星座が行動12星座、お誕生日の星座になります。そしてちょうど自分のお誕生日の頃、太陽がお茶をしている星座が自分の星座ということになるので、自分のお誕生日の頃には自分の星座は真っ昼間に出てしまうので見ることができないということなんですね。なので自分の星座を見るときはお誕生日よりも一つ前の季節、宵の空を見るというのがポイントになりますよ。その証拠にね、今の季節はヤギ座や水亀、魚、お羊といった星座たちが見えているということですね。さあこんな風に星を結びながら、まあ、いろんなことを想像してきた昔の人たち、まあね、こんな風に見ていると私たちもね、いろいろ想像が湧いてくる。そんな想像力という力は私たちをどんなに遠いところにも連れてってくれるわけですね。それではそんな星の世界、宇宙、それが一体どんなところなのかな、今度は皆さんと宇宙旅行に出かけていきたいと思いますよ。それでは出発です。さあ今宇宙空間に出てきます。こんな宇宙に出て一番最初に私たちが見る姿、それはこの青い星、地球ですね。みんなが住んでいる地球です。みんな住んでいます。一人残らずです。ここに私たちが生きられるのは、青い海があり、空気があり、太陽からの程よい光と暖かさ、そんなものに守られてみんなでここで生きてますね。さあこうやって宇宙旅行をする間、実はね、タマの皆さんからいただいたいろんな願い事があるんです。小さいお友達からいただいた、ね、こんな星に願いを、風斗くんや流れ星、見られますようにというお願い事、サラさんや、持てるものを捨てない捨てないよという、ね、ことだとか、素敵なものとたくさん出会えますようにという京介くんのお願い事もありますよ。さあじゃあいくつか、ね、星を巡りながら、さらにみんなの願い事
と見ていくことにいたしましょう。今度はお月様近づいていきたいと思います。そう、こちらは、お月様の姿ですね。クレーターや海の模様がよく見えます。さあ、そんなお月様にはやはり小さいお友達の、願い事、サッカーたくさんやりたいよというタクト君や、春高君や、みんなのそんな素敵な星デザイン届いていますよ。お月様見上げるとみんなの願いも叶うかもしれないですね。さあ、じゃあさらに遠いところに行ってみたいと思います。今度はね、惑星です。惑星というのはさっきも今ね、11月上旬明るく見えてるよといった惑星いくつかありましたね。まずは赤い星です。赤く今とてもよく目立っている火星行ってみましょう。この火星、錆びた鉄の大地が見えます。でこぼこでこぼこクレーターがたくさんあって、ここはほんのわずかに空気があります。でもね、昔はもしかしたら生き物がいたんじゃないかなといろいろ探査が続いていますよ。そんな火星に届いた願い事、それはこんな願い事ですね。ゆずちゃん、みゆちゃんへ、今コロナだから会えないけど、元気でいてねというね、メッセージもあります。お友達に会いたいなというのもあります。プログラミングができますようにとかね、マリカ上手くなるようにとかね、そんなお願い方もありますね。さあ、今火星までやってきました。まだまだ行きたいと思いますよ。それではもう少し遠くの惑星さらに行きましょう。さあ、今度近づいてくるのは惑星の中の王様です。今ちょうど一番星として見えている明るい惑星、この木星はしましま模様、地面のない星です。ガスで覆われたそんな星ですね。その木星に、先ほどもちらっと見えてましたけれども、こんなお願い事はたくさん届いてますね。ゆいちゃん、ななちゃん、元気、会いたいねというね、メッセージ多いですね。そして、これからも仲良く家族といられますようにというお願い、そして早くコロナが収まりますように、本当ですね、学芸会やりたいよというお願い事、なっちゃん元気かな、会えなくなったけどまたいつか遊ぼうねというメッセージですね。やっぱりみんな会いたいよね。さあ、じゃあもう少し遠くの惑星も行ってみましょう。木星の脇をすり抜けていきます。シュー、木星の近くに見えてるよといった星いきますよ。こちら、土星ですね。土星の輪っかとても綺麗です。その輪っかの、正体は小さな氷の粒々だというふうに言われています。この輪っか近づいていくとくぐることもできるかもしれませんね。さあ、そんな土星に届いているお願い事は、今度は大人の皆さんからですよ。笑顔をいっぱい、自分を表現できる街にしたいな、たま、そんなところだな、子育ては一人じゃないよ、辛い時は泣いてもいいよというメッセージ、そして笑おう一緒に、そうですね、なんといっても笑顔が一番。土星とともにみんなニコニコしてるかな。さてさて、まだ終わりませんよ。もう少し遠く行ってみます。土星よりもっと遠くの惑星、何でしょう。皆さんご存知でしょうか。惑星は水金地火木土天海なんていう言い方をしますよね。その中の天王星です。この天王星、これもまた輪っかのある星なんですね。
ちょっと横向きになって回る不思議な星でもありますが、そんな天王星にもお願い事、ゴミのない綺麗な公園遊びたいね、明るい未来を、そして美しい風景眺めていたいなという願い、そして、ね、学校が早く再開して子どもたちの輝きを見たいよ、感動したいよというそんな願い事です。さてもう一つだけ遠く行きますよ。太陽系の惑星の中の一番遠いこちらの星ですね、海王星になります。海王星だいぶ遠いですね。太陽の光が本当にわずかに届くそんな場所、海王星だいぶ冷たいところにあります。こんな青い氷の惑星ですね。その海王星のところにどうでしょう、最後のお願い事、幸せになれますように。そしてどんな状況でも子どもたちが自分の夢に向かって学び続けられますように。そして魂にはインクルーシブ公演できるといいな、ね、どんな人も一緒に遊びたい。そして子どもの笑顔は地球の未来、素敵な言葉ですね。本当に、ね、町というのはいろんな世代いろんな人たちが共に生きる、そういう全てがみんなに受け入れられて、そしてみんなが笑顔になる街、そんなことをみんなが願っているな、そんな風に思いました。メッセージありがとうございます。今皆さんの願い事とともに巡ってきた惑星たち、その惑星というのはみんな太陽の周りを回っている星たちです。内側から水星、金星、地球、私たちはここにいます。この小さな点にいて、みんなで泣いたり笑ったりしながら一生懸命走って1年かかって一周しています。私たちが自分たちの年を数えることができるのは、まさしく地球が何周したのかなと、それを数えているということですね。そしてその外側には火星、そして木星、木星は12年で一周します。土星は30年で一周、もっと外側の天王星は84年、さらに外側の海王星はなんと164年かかって一周です。もし海王星に生まれていたら164年に1回しかお誕生日が来ないということになりますね。これら惑星たちはみんな母なる太陽から生まれてきた地球の兄弟、そんな太陽が生まれたのは今から46億年って昔、宇宙の中でとっても暗くてとっても冷たい場所で太陽は生まれ、その周りに惑星ができて、太陽から一番いい距離にあって一番いい大きさで一番いいテンポで回っていたこの地球にだけみんなが生まれてくることができました。そんな私たちを生んでくれたこの太陽系という場所が宇宙の中で一体どんなところにあるのか、もっともっと広いところを見ていきたいと思います。私たちの太陽、ずっと遠くから離れてみますと、もうただ一つの点です。他の星と見分けがつきません。そしてそんな太陽の仲間のたくさんの星たちがなんと数千億と集まって大集団を作り上げる、それが天の川銀河です。この天の川銀河の中に、太陽と同じような星たちが数千億あり、それがこんな大きな渦巻きを作るんですね。その姿、ちょっと横の方から見ますととっても薄っぺらい円盤みたいな形、これを普段私たちは内側から見るんですが、それが天の川として見えるということなんですね。ですから
今夜も皆さんの頭の上にある天の川、あれは私たちがどれだけ広い宇宙の一体どんなところにいるのかなと毎日教えてくれてるんですね。さあ、そんな天の川銀河の姿、それだけでもとんでもなく広いですが、でも宇宙はまだまだ広くて深く、その外は銀河、銀河、銀河だらけの世界です。そういった銀河がさらに数千億、それらをいろいろ調べると、私たちの命のもとも、そしてすべてのものが、もう宇宙の始まりから連綿と続いてきたんだということが分かってきています。だから私たちはみんな同じ誕生日を持って、同じ場所からやってきたんだと言えるのかもしれませんね。さあ、この広い宇宙の中、私たちの地球に帰りましょう。さあ、私たちの地球、そして皆さんの魂に帰ってきました。広い宇宙の中の小さな点のような私たちの地球、そこから見上げるとどんなところの上にも必ず星が輝いています。そんな星空の下では、私たち一人一人の違いはとても小さい。一人一人の素敵な可能性、それはみんな星のように輝いている。その星の輝きが手を組むことで、また自分たちが生きているこの場を、この魂を、そしてこの地球をより美しくすることになるんだろうなと思います。なのでぜひ皆さん、今度晴れた日、皆さんの町から空、そして星空見上げてみてくださいね。星の名前はわからなくたって、今度は星と星の間にある暗闇の向こう側、広くて深い宇宙というその世界、それがあるということ、思い出してみてくださいね。そして再びその広い宇宙から、今ここに共に生きている仲間たちのこと、少しキュッと抱きしめてあげてくださいね。今の季節、冬の星たちがもう空を十分高いところ渡っていきます。そしてそれらがもう登りきって西の方に傾く頃、明日の夜明けがやってきます。
皆さんおはようございます。明日という日が皆さんにとって今日よりもちょっといい一日になりますように。今日はご覧くださってありがとうございました。